では先ほど知事から発表になりましたこの2点につきまして、この2点に限ってまず各社からの質問をさせていただきたいと思います。では各社自由にお願いします。NHK の稲垣です。はい、この質問に限ってということだったんですが、最初にちょっと新年の抱負を改めて一言いただきたいと、その上でですね、トモローラについて一部報道でですね、はい、来年度に向けて予算計上の方針を決めたという報道が出ておりまして、これについて、はい、事実関係等を含めて、はい、どうなのかということを、教えていただければ。はいはい、新年の方ですか。どうしましょう。これは後にしましょう。後でいいですか。はい、なんかいろいろ飛んじゃうとややこしいので、今の、予算についてですけれども、これはもちろんまだ編成過程なので最終決定はしておりませんけれども、ただ、まあ、今いろんな裁判を行っていることもありですね、まあ、そういったものに対する影響もありますので、まあ、形式的にはですね、予算は計上をしていくのかなという、まあ、そういう方向でおりますけれども、ただまあ、いずれ、にしてもこの11日に、お伺いするわけですし、まあ、住民の皆さんともお話をした上で、まあ、さらにはまあ、裁判に影響があるというのは国交省の、まあ認可の問題もありますので、それで、まあ、維持をしておく必要があるかもしれないということなんですが、まあ、それについても国交省とも少し話をした上でですね、最終決定はしたいと思っています。まあ、ただ予算を計上を仮にしたとしてもですね、まあ、それはその住民の皆さんとお話をしていく中で、結論を得ない中で執行していくということは考えておりませんので、まあ、やや形式的なものになるのではないかと思っております。友の浦に関連しました。読売新聞です。友の浦に関連しまして、はい、今回の11日の視察に続いて2月の下旬までには、はい、対話の集会も開かれると、はい、昨年末の新書インタビューにおきましてはですね、はい、まあ、2010年内にはですね、この友の浦の提案については私の目処をつけていると、まあ、結論を得たいというご趣旨の発言もありました、はいはい、まあ、その真意について、まあ、そしてなぜ今年中に結論を得たいとお考えでしょうか、はい、その理由とについて教えてください。それはあんまり引っ張ってですね、まあ、議論していくのが望ましくないかなということでありまして、なるべく早く、まあ、これまでずっと時間もかかっていることですから、なるべく早く結論を得たいということです。まあ、ただそれが難しいということであればですね、必ずしもその22年中に、あるいは22年度中にですね、必ず結論を出すというふうに決めているということでもないです。RCC 福からですが、はい、関連して先ほどの、その、まあ、予算計上の話なんですけれども、はい、まあ、計画に反対している側から見ればですね、やっぱり結論ありきなんじゃないかと取られかねないかなと、そういうところを懸念するんですが、そういった声についてはどのように答えていこうと思われていますか。今申し上げた通りですね、まあ、あくまでもというか、まあ、形式的なものになると思うんですね。というのは今我々の理解ではですね、国交省に今認可申請をしていて、でそれの前提にですね、まあ、予算計上があると、で、まあ、予算を取り下げたらですね、
まあ、その申請のそのペースがなくなってですね、そうするとじゃあ裁判をですね終わるっていう、まあ、そうすると一審がですね、まあ、固まってしまいかねないっていうですね、そういう、まあ、ちょっと遠い流れなんですが、まあ、そういう恐れがあるんで、で裁判についてはその従前から申し上げている通りですね、その友の問題と離れた形でその行政上の課題というのがですねあると認識してますので、そこをまあ止めるというのがまあ難しいという認識です。でただまあ、これも、まあ、いろんな本当にそうなのかということも含めてですね、まだ検討中ですので、そこはそういうことも含めて、ご説明したいと思っています。つまりそれはあらゆる可能性、選択肢を残しておく手段と、そういう理解をすればいいですか。そうですね、あらゆる可能性というのはそれはどういう意味ですか。その計画を進めるか、はい、解体するかという、それから可能性を含めて、うん、はいはいはい、その選択肢を残しておくための手段。そうですね、まあ、一番大きな、まあ、技術的にですね、裁判的な技術的にですね残しておかないといけないのではないかなという、そういうことがあるということです。だそれについて、まあ、ちょっと確認をしないといけませんので、その上で最終的には決めたいと思います。もう一つすみません、産業革新機構の方ですけども、はい、年末に視察されて、CEO の方と会われた時に、はい、具体的にどういったところをこう吸収されたかという、なったかというところを教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、年末に行ったところではまずもってご挨拶という様子が大きいんですけれども、まあ、そういう中でもですね、まあ、組織を作っていく上でのですね、まあ、いろんなそのなんていうか役割分担みたいな、どういう人がどういうふうにいた方がいいとかですね、まあ、そんなお話もありましたので、まあ、今後の参考になるかなと。まあ、いずれにしてもそういった詳細はですね、またチームの方で詰めていって、でそれを反映させていきたいというふうに考えています。共同通信の橋本です。鞆の浦のですね、その11日、そして1月末からその2月のですね、県議会までに行う住民のとのその対話の集会なんですけれども、はい、その位置づけなんですが、はい、そのいわゆるこの鞆の問題をその判断する上でのですね、これ知事が判断する上でのいずれもこの参考というふうにですね位置づけているのか、11日の視察も集会もその知事として判断する際のですね参考として位置づけているのか、あるいはあくまでその合意形成をですね図る場であるというふうに考えていらっしゃるのか、そこはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。いや、その違いがちょっと つまり、はい、その合意形成を見るまでですね、はい、その友の問題に対して判断しないという、はい、お考えでよろしいのか、はい、ないしはですね、そのいわゆる推進派と反対派で、まあ、対立してきた歴史を見るとですね、はいはいはい、まあ、にわかに合意するのは難しいのかなという個人的な思いも私はあるんですけれども、はい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 、そこは、はい、あくまで合意形成を図るのか、はい、あるいはその、まあ、いろんな意見があったとしてもですね、はい、それはその、はい、参考としてですね、受け止めるという部分もあるのか、はい、はいはいはい、まあ、これからまあ、ある程度、まあ、1年かかるのか、あるいは何ヶ月で終わるか分かりませんけれども、その話し合いのプロセスを進めるわけですから、まあ、それの展開がどうなるかということでですね、まあ、最終的には決まるのかなというふうには思います、はい、なので、まあ、まずもってその合意形成を目指していくということがですね第一にあるというふうには思っています。